さんこんにちは。平成29年5月号の WebTV 阿蘇プラスです。5月に入り新緑の季節を迎え、行楽シーズン本番となりました。5月の大型連休の予定はもう決まりですか？まだ決まってないというあなた、阿蘇市の草千里がおすすめです。これまで草千里へ向かう、登山道路が熊本地震の影響で一部片側交互通行でしたが、先日4月26日水曜日から規制が解消され行きやすくなりました。こちらは、規制が解消された後撮影したドローンの映像です。県道阿蘇吉田線の草千里展望所から火山博物館に続くおよそ600メートルが片側交互通行から対面通行になりました。大型連休に工事が間に合って本当に良かったです。また今年2月には阿蘇中岳の噴火警戒レベルが2から1に引き下げられましたので、現在はロープウェイ乗り場のある三条広場までも行けます。三条広場、草千里駐車場の観光施設も大半は営業していますので、これからの観光シーズンはぜひダイナミックな火山活動とそして雄大な景色をお楽しみください。続いてはオンラインショップアソモの旬な情報をお届けするアソモンいいもんのコーナーです。今回はアソモ担当の前畑さんと一緒にお伝えします。よろしくお願いします。さて、熊本地震から1年が過ぎました。アソモでは地震後復興支援セットを販売し大きな反響をいただきましたが、前畑さん、この復興支援セットは4月15日でもう終了したそうですね。そうなんです。これまでにたくさんのご注文をいただきました。販売個数は1万を超えて、地震で被害を受けた店舗の方々のに大きな支援とつながりました。そして売上の一部を阿蘇神社への再建へ奉納され、復興の助けとなりました。本当にありがとうございました。地震から1年を迎える節目にあたり復興支援セットの販売を終了いたしました。そして現在は応援をいただいた感謝の気持ちを込めてありがとうセットの販売をしています。そのありがとうセットというのは、どういった内容になっていますか？はい、このセットは、アソモの登録店舗が、復興の支援をいただいた感謝の気持ちを届けたいという気持ちで、思いで企画したセットで、店舗さん発信のセットとなっております。店舗さん同士で声を掛け合い協力して作り上げたセットですので、今までとは違ったラインナップになっており、店舗さんのありがとうの気持ちのこもったセットになっております。6月15日までの期間限定の 特別価格の販売でなっておりますので、かなりお値段の方も値段を価格を下げていただいているというところもありまして、で今回も復興支援セットと同じように送料込みの価格となってますので、お買い求めいただきやすい、価格ではないかと思います。そしてすでにたくさんのご注文もいただいております。そうですよね、もう4月から販売が開始されたので、もうたくさんの注文もいただいているそうですが、この商品私もホームページをね見ました。いろんな名前があって面白いですし、また地震を経験したからこそ防災に関するセットもねありますし、今までにないこうアソモの新しい商品になってますよね。ですね、店舗さんにお願いをしてお名前をつけてもらったというのもありますので、店舗さんの思いも入ってるかと思うんですけども、防災に関するものに関しては贈り物でもご自宅用でもお使いになられると思いますし、また他にたくさんのセットがラインナップありますので、ありがとうというネーミングもありますし、ギフトでも使えるのではないかと思います。ありがとうセットは6月15日までの期間限定販売です。ご注文はインターネットまたはアソモカスタマーサポートセンターまでお電話ください。また5月3日から7日にかけての連休中は、連休中の発送は、勝手ながら停止させていただきます。連休中は多くのご注文が予測されるため、配達希望日の指定は2週間後からとなっておりますのでご了承ください。なおアソモのありがとうセットについては後日特集番組で、詳しく、皆さんにご紹介する予定です。ぜひそちらもご覧ください。
朝もんいいもん、今回は復興支援セットに続くありがとうセットについて担当の前畑さんと一緒にお伝えしました。ありがとうございました。続いてはイベント情報です。5月20日土曜日に開催される温泉ガストロノミーウォーキング in 阿蘇内の巻温泉についてご紹介します。まずこのガストロノミーという言葉、これはフランス語が元になっていて、食で観光客を誘致するという最近ではヨーロッパなどで盛んになっているツーリズムの一つです。阿蘇市役所内の巻支所をスタートゴールにおよそ8キロを歩くこのイベントでは、ガストロポイントというグルメステーションがなんと6カ所もあります。阿蘇で採れた新鮮野菜や阿蘇名物の高菜飯に田楽、阿蘇大王の炭火焼きや赤牛、さらに地酒など、パンフレットを見るだけでもワクワクする内容です。他にも阿蘇の大自然などが撮影できる景観ポイントもコースに点在していて、また、市内19施設の温泉の中から1つ選んでいただいて温泉にも無料で入ることができます。お友達や家族でまたデートにもおすすめですよ。参加費は2000円で事前のお申し込みが必要です。申し込み締め切りは5月15日月曜日までで、参加人数が先着300名限定となっています。詳細については、あそぼと検索しイベント専用のページをご覧ください。またお問い合わせについては阿蘇市観光課までお願いします。5月20日土曜日に開催される温泉ガストロノミーウォーキング in 阿蘇内の巻温泉についてご紹介しました。今回の WebTV 阿蘇プラスいかがでしたか。さて WebTV で定期的にお届けしているようこそ視聴室、この番組では視聴からのクイズに答えて抽選で豪華な商品が当たるのをご存知ですか。毎回アソモに登録している店舗さんから提供していただいていて、クイズも決して難しくないので皆さんぜひ挑戦してみてください。ちなみに5月号はアソトリミヤさんの国産親鶏肉団子とトマトソース煮込み手作りハンバーグのセットが2名様に当たります。こちらの商品はアソモンイーモンでご紹介したありがとうセットの中にも入っています。詳しくはようこそ視聴室5月号をご覧ください。では今月はこちらの映像を見ながらお別れしましょう。阿蘇市狩尾地区にある四ツ江川沿いに咲いている芝桜です。地域の人たちが2年前に植えた芝桜が50メートルにわたって咲き誇っています。この地区は阿蘇市でも地震の被害が大きかった場所で、震災を乗り越えた芝桜は私たちを勇気づけてくれるかのように今満開を迎えています。見頃は5月中旬頃までということです。それではまた次回も WebTV 阿蘇プラスでお会いしましょう。さようなら。